JA フジーズ南寸見聞録。今回ブランド米駿河の極みのリポーターを務めます南寸地区広報担当の大島です。南寸見聞録は JA フジーズ南寸地区本部で発行する地区版広報誌フジーズプラスをご覧ください。動画説明欄からダウンロードできます。駿河の極みは沼津市、裾野市、長泉町、清水町で駿河の極み専門部会の会員が栽培している絹娘のうち一定の基準を満たしたお米です。一番を極めるこだわりの米を目指す思いを込め駿河の極みと名付けられました。ブランド米推進協議会として生産者や行政、JA が一体となって特産化を進める地域自慢のお米です。この収穫前の田園風景を見ていると収穫が待ち遠しいですね。こちらの沼津市足高地区でも絹娘は多く栽培されており、米と茶の栽培が盛んな地域です。さて問題です。私大島はどこでしょうか。ここです。見つけられましたか。甘みがあって香り高い、炊きたてはもちろん冷めても美味しいですよ。JA 公式 YouTube では新米を美味しくいただくレシピをご紹介。ご飯がついつい進みます。早速駿河の極みの田んぼで生産者のお話を伺いましょう。小野さんは駿河の極みの生産者で、米は6ヘクタール、茶は8ヘクタール栽培しています。自動車整備の経験があり、機械いじりが得意なんだそうですよ。足高山麓営農経済センターの諸さんは営農アドバイザーを担当して2年目です。駿河の極みや枝豆などの作物の担当です。諸さん、駿河の極みってどんなお米ですか。特味が良くて粘り気や甘みが強い、うん、そうなんです。確かに駿河の極みって本当に美味しいですもんね。諸さんはお米の栽培を始めてどれぐらい経ってますか。10年ぐらいかな。もうベテランって呼んでて毎年毎年条件違いますからね。どうするどうするの新人です。駿河の極みは手掛けて何年ぐらいですね。8年目になります。駿河の極みやろうの一番最初の栽培から最初にかかっている。昔から結構栽培そうですね。実際に栽培してみて栽培しやすいとか、ここが大変とか、うん、絹娘自体がどこも出てこないし、うん、栽培は今一番困っていることがジャンボタニシ。これがちょうどリンゴ貝の一番最初する時期にかかっちゃうと、それ植えたものがみんな餌になっちゃう。美味しいお米を作るためのポイントはありますか。水だと思うんですよね。水分もあるのかもしれない。水をいかに欲しい時に供給してあげるか。移植した直後は水をできるだけ薄くして、ジャムトラシが活動できないようなある程度稲が大きくなったら入れてあげて、その後も耐えちゃう。と肥料とか太陽光とかあるでしょうけど、一番は短い。現在何軒の農家が栽培に取り組んでるんですか。はい、今96軒の農家さんが駿河の極みに携わっています。栽培地区とかも広がってるんですか。今年度から三島神奈美地区でも栽培を始めています。今年の生産量も期待できそうですね。そうですね。例の取り組みを教えてください。駿河の極みの生産者の方には独自の栽培マニュアルをお渡しさせていただいて、栽培のサポートをさせていただいています。また地質を検査するに土壌診断を行わせていただいて、その検査結果から石設計の提案などをさせていただいています。ドローンが使われています。そうですね。生産者の方の仕事の効率化や時間短縮などに、まあ、専門サポートがしやすいですね。何か今年から始めた新しい取り組みなどあったら教えてください。駿河の極みの生産者の中で圃場に看板を設置させていただいて、生育状況や施肥の内容、防除の内容を書いて、地区の方、周りに住んでいる方々が、まあ、それを目にすることで駿河の極みがより一層みんなに認知されればいいなと思っています。小野さん、今後の目標を教えてもらえますか。できたら駿河の極みに誠にいい制度だと思いますから、もうちょっと増やせることができるかもしれない。小野さん、ありがとうございました。これからも美味しいお米
はい、お願いします頑張ります。駿河の極みを買いに金岡産直市にやってきました。野菜や果物、惣菜などの加工品も種類が豊富ですね。今回ご紹介した駿河の極みの新米は10月中旬から販売を予定しています。こちらの店舗で販売予定です。ネットショッピングサイト JA タウンでも購入できますよ。 JA フジーズの駿河の極み、食べてね。